はい、どうもないです。今回ですね、こちらの初心者教科の仕方紹介。はい、ということでね、説明がクソクソなぐらい、クソぐらいな下手くそ、下手くそ、鼻くそなんですけど、まあ皆さんね、まあやってる方ですと、まあこんな感じで進化させて、まあ普通の手順はですね、強化、進化、強化みたいな感じでやっていくと思うんですけど、まあ自分はですね、できる限り節約節約していきたいんですよ。それこそ初心者の方とか、まだ始めたばっかですよって方は、強化素材とかも多分足りてない方多いですし、まあそういう方に向けて、まあどう強化していったらいいのかっていう、のをちょっと紹介していこうかな。まあ自分が今、夜中にこそこそやってる強化の仕方をちょっと教えていこうかなと思います。で、まあ今回強化していくキャラはこちら、まあ前回当たったモンキー・ディ・ルフィなんですけど、なんか強そうな強そうな感じなので、まあ強化していこうと思ってるんですけど、まあ第一に、このルフィ何を強化するのかとね、この強化するとこいっぱいあると思うんですけど、第一に強化したいのはどれかと考えるわけですよ。そうやってやっぱレベル強化、まあレベルアップさせて進化させたいと。で、他にもやっぱ必殺技レベルも上げておきたい。で、能力解放もしておきたいと。で、まあサポート効果も上げたいと。まあそう考えるわけですよね。まあサポート効果に関しては、まあいいんですけど、それこそキャラ集まんないとできないですし、まあ、このね、強化素材はあるんですけど、この絆、友情の証っていう、まあ、強化アイテムもあるんですけど、まあ、これはね、正直あまりゲットできないと自分的には思ってるんですよ。これ、自分、ほとんど使ったことないんですけど、まあ、こんな感じであまりたまらないと考えると、あまり使いたくないっていうのはあるんですよね。それなら、同じキャラ集めてサポート効果を上げたいと考えるのが普通だと思うんですけど、いや、普通かはわかんないですけどね。人それぞれなんで。まあ、なんですけど、まあ、自分の中ではここの上の3つですね。強化したいのは。まあ、あとは、海賊祭でもし使うのであれば、海賊祭で強いと、言われてるキャラなのであれば、この海賊祭必殺能力、まあこちらの方も使っていきたいなと思ってます。で、まずですね、この段階、まあレベル進化しないといけないキャラに関しては、レベル強化をしちゃってください。とりあえず。自分はですね、大体、何レベルですかね。何レベルまで上がるキャラですか、これは。70レベルまでですね。まあ自分はですね、この70レベルまで上がるキャラに関しては、属性、同じ属性の、この亀2体と、こちらの三つ星ですね。三つ星かな？三つ星ブロスター。ボイルなんとか。もうこれを1体使うとちょうどね、まあ、1万6000ぐらいはちょっとしょうがないかなと考えて、まあ、この3つを使って一番強化してます。はい、まあここは別にいいでしょう。あ、大成功出ちゃったよ。これがあるからね、もっと節約しておきたいと思うんですけど、 これも大成功まで待ってるとだいぶね大変なんで、まあそれは大成功出ちゃったらもうしょうがないと考えましょう。で、まあ進化させますと。強化素材ないな、全然ないな、この辰の落とし子、こいつ付属するんですよ。はい、で進化完了と。で、ここからですよね。まあ、ここからまたレベル強化をしてしまうと、99レベルのレベル強化してしまうと、この能力解放とかにね、強化するときに経験値もらえるんですよ。まあそれでやっぱこの経験値を無駄にするのはもったいない。で、まあこの能力解放っていうのは10種類あるんですよ。で、最大が5までなんですよね。まあ、なので全部合わせ50なので、これ一応50まで、まあ、そうなるとこちら、75万の経験値を無駄にしちゃうかと。君無駄にするんすかと。一応亀の亀2体分ぐらいあるんですよ。まあ、そう考えるともったいないじゃないですか。まあ、なので自分は先にこの
秘伝書をね使って強化するんですけど、まあ大体ね、まあ、50まで使えたら一番いいんですけど、あまりねこの素材がないので、自分は大体、本当に使う、めちゃくちゃ強い、本当に使うってキャラは40まで使います。でもそんな、まあ強化しようかな程度でしたら、まあ30から35ですね、自分は。で、まあ大体5になるんですよね。うん。運が良ければうまく。まあ33ぐらいにしときますか、とりあえず。はい、33まで強化します。これで、どれぐらいまで出るかですよね。ですね。まあこんな感じで出るんですけど、うわー、ちょっと出悪いっすね。まあこれ別の動画で紹介しようと思ってるんですけど、まあこれのね、優先順位っていうのが実は自分的にはあって、まずね、これは次回の動画で言います。で、まあ次何を強化するかと考えるんですよ。まあそうなるとこの必殺技レベルですね。まあ進化させる前に必殺技レベルを上げてもいいんじゃないかと思う方いると思うんですけど、まあそれをしない理由はですね、まあたまにですけど、本当に何体かしかいないと思うんですけど、進化させてしまうと、まあ必殺技が変わってしまったり、必殺レベルが元に戻ってしまうキャラがいるんですよね。まあ誰かっていうのは思い出せないんですけど、まあ、自分何回かそれで痛い目見てるので、まあそれを考えるとやっぱ進化させてから、必殺レベルとか、まあ、サポート効果とか、まあ、そういうの上げといた方がいいのかなと思ってます。まあなので、ね、自分は進化させる、まあ進化させるとかも変わんないので、進化させてから、自分はやるようにしてます。で、まあそうですね。まあレベル最大まで上げたいなら上げてもいいと思います。で、今ちょうどね、周年のあれで、100% 必殺レベルがあるので、とりあえずこの5枚。5枚使えばね、マックスまで上がります。今回は。ありがたいことにね。これ結構ね、でかいですよね。だってこれ確率ですからね、普通は。まあ周年のイベントで 100% 上がるようになってるので、今が強化時です。まあこの動画上げてる時にはもう終わってると思いますけどね。で、まあ続いて、まあここでね、レベル強化しちゃってもいいですね、正直。まあなんですけど、まあこのルフィどうなんですかね。まあ使ってる方何人か見たことあるので、何人か何回か見たことがあるので、まあここでも使っていこうかなと。まあこういう感じするとね、まあ海賊祭の経験値で9000。で、得られる経験値が7500。という感じでね、結構しっかりもらえるんですよね。ほら、これ、あ、全部7500ですね。まあ、なので正直このね、一番低ランクのやつを50まで上げると、亀一体分になるので、まあ、そう考えると結構でかい。でかいっちゃでかいですね。で、そうですね、まあ、今なので、まあ、どれぐらいも、どうしようかな。まあ、力属性あまりいないので、ちょっと使っちゃっていいかな、何歩かは。まあ、自分は大体こんな感じですかね。うん。こんな感じでとりあえず行こうかな。ほら、こんな感じするとね、64万5000、ここまで稼げるんですよ。うん、下手したらこれだけでね、レベルマックスになるんじゃないかと。いや、嘘です、全然です、全然足りないですけど、まあこんな感じで強化しますと。うん、まああんまり使いたくないですね。まあこんな感じで、まあどうですかね、これは。うわー、微妙なとこ。あー、でも、あー、ちょっと、あー、もうちょっと欲しかった。まあ、そうですね。これは、どうしよう。まあ、こうするか。うん。いい、霧の数、いい数字で終わりましょう。まあ、という感じでね、今の強化だけでも60レベルまで上がるんですよ。まあ、大体、それこそ100万ぐらいは経験値もらえてると考えると、うん、だいぶ節約できるんですよね。まあ、そう考えると、強化する前、まあこれちょっとしたことですけどね。それこそ課金してる人とか、上位勢の方からすると別にそんなことしなくていいじゃん、みたいな。うん、強化してから強化してパパパーってパパパーっていいんじゃないですかと思うんですけど、まあ無課金勢とか、まだ始めたばかりの方とかはね、強化素材っていうのはあまり集まんないじゃないですかね。ねえ。本当によ。節約、ちょっとでも節約できればなと思って今回ちょっと動画を出させていただきました。まあ、ということで、あとは強化するだけです。あと一応ね、まあ、これはね、ちょっとめんどくさいのでやんなくていいと思うんですけど、まあ、自分はね、大成功出る可能性を考えて、大体20万ぐらい、20万 ?200 万ですね。200万ぐらいで強化して、ワンチャンの大成功を待ちます。ケチくさいねーと思うと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、
まあこれ以上はやんないですね。だいたい1回ぐらいですね。1回この大成功待ちを待つぐらいですね。でまああとは強化して、レベルをマックスにすると、うん、まあこういう、まあという感じで、自分は強化しております。マッスル、まあ、ということで今回は、自分が考えたおすすめの強化の仕方の方を紹介させていただいたんですけど、うん、まあ自分はこんな感じで強化してるので、まあもしね参考にするのであれば、まあしてくださいと、うん、できればね、ちょっとでも節約したいよとか、うん、そう考えてる方は、まあ、ぜひとも強化、こんな感じで強化していただきたいなと、思います。まとまってから喋りたいよねこういうのってね、自分何も考えないで喋ってるので、あの動画の時とかほぼほぼ何も考えてないで喋ってるので、もう脳死なんで、脳死で喋ってるので、まあごたごたにはなってると思うんですけど、まあ自分はこんな感じで、強化しているということだけ、まあ、参考にしていただきたらいいかなと思います。まあ、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっておいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。